通勤通学中の皆様おはようございます。トクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、スポーツからの話題になります。今回ですね、 NBA の女子リーグでのとあるラフプレーでネットがですね、大変紛糾しています。これにより大激論が交わされていますので、本日は何が起こったのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回はですね、 WNBA NBA の女子リーグですね、つまりバスケットボールのプロリーグになりますが、ここでですね、一つのラフプレーがありました。でバスケットはですね、かなり激しいスポーツですので、ラフプレーっていうのもね、あることにはあるんですが、これがですね、あまりにも悪質だったため、ネットもですね、もう収拾つかないくらいヒートアップしているというような状態なんですね。ケイトリン・クラークのチームメイト、シカゴスカイのチップショットを受けて、元 NBA 選手に攻撃される、スター選手は常に守るということで、早速ですがこちらですね、チップショットとあります。こちらが本日のキーワードになります。でこのチップショットなんですが、様々なね、ニュアンスがありまして、今回はね、こちらですね、インスポーツとあります。準備ができていないプレイヤーに対する突然の暴力ということで、こちらのね、チップショットというのは卑劣な行為という意味になるんですね。直訳すると安っぽいショット、安っぽい攻撃となるわけですが、スポーツの場合はですね、これが卑劣な行為となるわけです。ということで、こちらはケイトリン・クラークのチームメイト、シカゴスカイの卑劣な行為を受けて、元 NBA 選手に攻撃される、スター選手は常に守る。今年初めに WNBA の舞台に立って以来、これはウィメンズ NBA のことですね、つまり NBA の女子リーグと、22歳のルーキースターケイトリン・クラークにとっては決して楽な道のりではなかった。相手チームの攻撃に対しても全力で立ち向かう彼女は、このシーズンなぜか WNBA の選手の中で最も攻撃を受けているかもしれない。プライド月間の初日、6月に入りましたからね、大学時代のライバルであるケイトリン・クラークとエンジェル・リースは WNBA で交わることになった。この2人の確執はインディアナ・フィーバー対シカゴスカイの試合でさらに激化。しかしそれが起こる前から、フィーバーのこの新人選手は相手から大きな打撃を受けていました。特にスカイのケネディ・カーターが彼女を容赦ないファウルで襲撃、クラークが地面に激しく倒れました。さらにカーターは試合中、クラークを B と呼んで口でも攻撃を続けました。この B というのはビッチのことですね。でまずですね、ここで何が起こったかと言いますと、今回 WNBA の試合でケイトリン・クラーク選手がですね、とんでもないラフプレーというのを受けるんですね。それがね、こちらになりますが、これは2つのビデオだ。1つはケイトリン・クラークが言われのない攻撃の標的にされている様子を映したもので、おそらく彼女が白人であり WNBA の誰よりも優れた選手だからだろう。もう1つはフーリガンのチームメイトを祝福するエンジェル・リースの姿だ。ということでね、なんとなくね、どういった論争が繰り広げられているのかというのがね、わかるんじゃないかなと思いますが、まずですね、こちらちょっと見てみましょうか。はい、ということで、これ皆さん、バスケットの試合ですからね、こういった形でとんでもないラフプレーが起きたと。でこの彼女がケイトリン・クラーク選手です。そしてこちらに見えているのがケネディ・カーターと、インディアナ・フィーバー対シカゴスカイの試合でこれが起きてしまったわけですね。で問題なのはですね、ここ見てもらうと分かりますが、彼女はですね、ボール持ってないんですね。バスケットボールというのはボールをめぐってね、激しいぶつかり合いが起こるというのは、これ当たり前のことなんです。ただ今回はボールを持っていない選手を後ろから押し倒してしまったということで、これもうただの暴力じゃないかと、このように言われているわけですね。でこれはですね、完全に押し倒しに行っているというのは明らかで、ここね、見といてほしいんですが、ここで言うB って言ってるんですよ。ね、B というのはあれです。ここ見てみますよ。U、B と。このようなラフプレーというのが起こったんですね。そしてこれにはね、まだ背景があります。で、これをね、見ていただくとわかるんですが、あの行為を仲間たちが祝福してるんですね。よくやったと。そしてここでね、これを祝福しているのがこの彼女なんですよ。これが先ほどから名前が出ていました、倒されてしまったね、ケイトリン・クラークのライバル、エンジェル・リース選手なんですね。でこの2人の確執はこちらね、日本語のページになりますが、ここにね、出ているんですね。こちらは今年のね、4月の記事になります。記録的注目度、米大学女子トップスターの試合がヨキッチの優勝ゲームの視聴者数を上回る。これは先ほどの2人ですね。現在 NCAA の女子バスケットボールは過去に類を見ない盛り上がりを見せている。その熱量を生み出しているのが、アイオワ大学のケイトリン・クラークとルイジアナ州立大学のエンジェル・リースの2大スターの存在である。この2人は因縁の関係にある。リースとクラークは昨年、
NCAA のトーナメントの決勝で激突。試合は LSU に軍配が上がり、ナショナルタイトルはリースの手に渡ったが、第4クォーターでリースがクラークに対してリング獲得のアピールと WWE のスタージョン・シナを彷彿とさせる挑発を披露したシーンは今でも多くの人の記憶に残っていることだろう。まあ、それがねまさにこの瞬間になりますが、まあ、優勝リングをね手にするのは私よということが言いたいんでしょうね。これね動画実際見ましたがかなりすごい挑発ですよ。ですのでこのねリース選手というのはもともとね、まあ、気性が荒いと言いますか柄が悪いと言いますか、まあ、そういった性格なんでしょうね。そしてですね先ほどこのケイトリン・クラーク選手に対してラフプレーをしたのはねこちらの選手なんですが、これを祝福していたのがこちらのエンジェル・リースと、まあ、こういったことだったんですね。別の角度でシカゴスカイのベンチを映すと座っていたエンジェル・リースがベンチから飛び降りカーターの行為に心から拍手を送る様子が捉えられていた。それがねこちらでここでねラフプレーが起こりますと、ほらここね今飛び出してきて拍手を送っていると。オフィシャルはケイトリン・クラークを指示。フィールドでの出来事の後フィーバーのコーチクリスティス・サイドスは激怒。その夜遅くヘッドコーチはシカゴスカイの選手の行動を受け入れられないと言及しました。そしてこの後ですね当然このようになりました。 WNBA ケイトリン・クラークに対するケネディ・カーターのファールを格上げ、エンジェル・リースのメディア違反でスカイに罰金。WNBA は土曜日のインディアナフィーバーとシカゴスカイの試合で話題となった一連の行動を検討した結果、ケネディ・カーターがケイトリン・クラークに対して犯したファウルをフレグラント1に格上げした。で、このフレグラントファウルというのが一体何なのかというと、こちらね、エヴァの NBA トークさんがね、解説してくれてます。フレグラントファウルは NBA 独自のルールです。フレグラントファウルには1と2という2種類があります。フレグラント1はアンスポ。アンスポというのはアンスポーツマンライクファウル。こう、故意の悪質な妨害プレーのことですね。これアンスポと言います。フレグラント2はディスクオリファイングファウルだと思ってください。1の場合はアンスポ同様、計2回で退場。2の場合は一発退場です。ということで今回ね、あの後ろから攻撃をしたあの選手はフレグラント1のファウルに格上げされたんですが、実際はですね、まあ、この後に書かれているんですが、リーグは日曜日、カーターがこれにより出場停止や罰金は課されないことを確認しました。ということで、まあ、事実上はね、何の音が目もないと。まあ、つまり、これを重ねると、何らかのね、罰則があるということなんですね。でね、逆に罰金を取られたのはこっちだったんですね。リースは、メディア規則違反で1000ドルの罰金を課せられ、あの、飛び出してきて拍手した選手ですね。リースは、メディア規則違反で1000ドルの罰金を課せられ、スカイは選手らに WNBA のメディア規則を遵守させなかったとして、5000ドルの罰金を課せられた。ということで、メディアでね、ああいった行為をすること自体が違反ということで、ファールをした本人ではなく、あれを祝福した選手に罰金が課せられたと。まあそういったわけなんですね。で、本来であればですね、ここで終わる話だったんですね。しかし、メディアがですね、これにちょっかいを出し、事態が悪化していきます。ザ・ビューが、ケイトリン・クラークについて、白人特権の発言をして以来、エンジェル・リースはいじめを強めている。なぜこのようなあからさまなファールで退場にならないのか。本当に優遇されているのは誰なんですか？ということでね、それがね、こちらになるんですが、こちらね、ザ・ビューという、あの、ウーピー・ゴールドバーグが司会を務めている番組ですね。ここでですね、この人がものすごい発言をするんですね。There is a thing called pretty privilege. There is a thing called white privilege. There is a thing called tall privilege. And we have to acknowledge that. And so, ということでね、まあ世間にはね、白人の特権、そして美人の特権、そして高身長の特権、こういったものがあるんだよと。つまりこれっていうのは今回ね暴力を受けましたこのケイトリン・クラークが全部を持っているので仕方がないよねと。まあそういったことをですね暗にこの番組で言いまして、これによりですねこの問題というのがネットでですね大変な騒ぎになっていくんですね。チームメイトがケイトリン・クラークを地面に叩きつけた時の反応と、まあ、これね先ほど見たやつですね。そしてね彼女の言葉の引用で、私とケイトリン・クラークは憎み合ってはいませんと。こちらおなじみライリー・ゲインズ。エンジェル・リースがケイトリン・クラークをこのように攻撃するのを見ると信じられないほどがっかりします。全く根拠がなく不愉快です。このツイートは嫉妬と不安の叫びです。とはいえケイトリン・クラークは白人でストレートで可愛くて背が高いという特権を持っているのだから、これは当然のことなんでしょ。そしてこの方はねケイトリン・クラークを攻める側の立場を取ってる方ですね。残忍だ。エンジェル・リースが叩きつけられている。白人メディアはケイトリン・クラークを5歳の女の子のように甘やかしている。つまりリース選手だって同じようなことをされていると。 WNBA のバスケットボール選手ケイトリン・クラークが B となじられ、それをエンジェル・リースが立ち上がって祝福した。
ザ・ビューの共同司会者サニー・ホスティンはクラークには白人特権と美人特権があると主張した。人種差別主義者のジェミール・ヒルもクラークの任期は人種とセクシャリティのせいだと主張している。クラークはあらゆる角度からいじめられています。ということでね、まあ、現在もあのね、ザ・ビューの発言をきっかけに、このね、議論というのが白熱しておりまして、これがですね、もう大変なお祭り騒ぎになってしまっていると。まあ、人種間の問題やセクシャリティの問題に飛び火しまして、大変なことになっているんですね。はい、ということで本日はですね、女子バスケットボールの試合での一つのラフプレーをきっかけに、白人の特権、美人の特権、高身長の特権、これをめぐって様々な議論が交わされているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあ現在ですね、こちらね見えておりますが、このねエンジェル・リースがケイトリン・クラークに嫉妬してるだけだろうと、いやいや黒人選手というのはこんなのね日常茶飯事にやられてるよという人もいれば、元 WNBA の選手からはチームメイト何してんだよと、ケイトリン・クラークを守んなきゃダメだろうと、そんなこともね言っているというような状態です。まあでもですね、ラフプレーっていうのはみんなが受けるんだよというようなことを言ってる人もいますが、まあプクタもねバスケットボールやってましたけど、ボールを持っていない選手に対して後ろから攻撃するっていうのはまあ普通じゃないですよ。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ちなみにですね、これ余談になりますが、プクタね以前 NBA 見に行った時にジャック・ニコルソンがね観戦しに来ていまして、そこで初めてね生ニコルソン見たんですけど、あのねスクリーンで見るまんまでした。